すする TV ゼルゼル、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、全国で人気のジューシー餃子がいただけるチェーン店はこちらです。ドン。 JR 中野駅から徒歩5分くらいのところにあります肉汁餃子のダンダダン中野店さんにお邪魔してます。こちら肉汁餃子のダンダダンさんは、北は北海道、南は福岡まで展開する餃子チェーン店で、今回はこちら肉汁餃子のダンダダンさんにて餃子100個を食べる企画をサブチャンネルにてやるんですけども、実は肉汁餃子のダンダダンさん限定でからしびつけ麺も提供しているということで、これはラーメン好きとしてすすっておかなければならないなということで、餃子100個食べる企画の前に早速からしびつけ麺すすっちゃいましょう。レッツゴー。さあ、肉汁餃子のダンダダン中野店さん、注文せです。今回は期間限定のからしび担々つけ麺の激辛とうずら、温玉&追い飯をお願いしました。この後に控える餃子100個完食企画の結果はサブチャンネルでお届けしますので、概要欄からそちらもぜひご覧ください。こちらが肉汁餃子のダンダダンさんのからしび担々つけ麺激辛うずらトッピングです。うひゃーん。十分にクオリティの高いビジュアルで、辛そうなつけ汁も食欲をそそる。それでは早速いただきます。ではまずオンリーメンすすりしてみると、むにゅっとした食感でラーメンよりはうどんに近い、なかなか面白い麺。というわけで、そんな麺を早速つけ汁へダイブさせて、せーのですする。もーい。香りと辛さにこだわった5種類の唐辛子にラー油、花山椒をブレンドしたオリジナルのスパイスが存分に生かされていて、辛いもの、特にしびれ系が好きな方はバッチリハマる美味しいつけ汁。ほんのりごまの甘みもあるおかげで旨味も感じやすくなっていて、麺の辛みも良くて、体はだんだん体だんだん体操です。さあ、途中で可愛いうずらを挟んで癒されつつ、すっかり辛さとしびれの虜になってどんどん吸っていきます。ひき肉のおかげでジューシーさもあり、後半になるにつれてじわじわ辛さとしびれも増していくてな感じで、かなりのハイペースで麺をすすり終えてしまいましたが、ここで安定と信頼の追い飯が登場。漬け汁とひき肉に加えて温玉もオン。セルフ担々丼の完成です。それでは早速食らってみましょう。ドボン。漬け汁が濃厚なのでご飯にもかなりマッチし、温玉のまろやかなコクも合わないわけがない。いざとなったらアスリート感覚で猛烈にかき込みまくって、本日も完食です。大変美味しくすすれました。辛さ、そして美味しさともに大満足のクオリティ高めな一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、肉汁餃子のダンダダンさんに行ってきたんですけれども、すするは辛さ激辛で注文しましたが、辛いもの好き、さらにしびれ好きの方ならビシッとハマる美味しいつけ麺でした。麺はむにゅっとした食感で、ラーメンというよりはうどんにちょっと近いような感じもあって、濃い味なつけ汁との辛みがとても良かったです。後半にかけてじわじわと辛み、しびれが押し寄せてきて、体の内側から温まるような感じで発汗しましたね。辛さ激辛は伊達ではなく、チェーン店ながら攻めてるメニューだなと思いました。そして冒頭にも言ったんですけども、今回はサブチャンネル連動企画ということで、担々つけ麺をすすった後に友人たちと餃子100個チャレンジをしてきました。さらに肉汁餃子のダンダダンさんとすする TV からささやかなプレゼントもありますので、餃子100個チャレンジ成功できたのかなど、いろいろ含めてね、ぜひサブチャンネルをご覧いただけると大変嬉しく思います。概要欄にね URL 貼っておきますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、肉汁餃子のダンダダン中野店さん、ダンダダンでズルズズリやー、お腹いっぱい。じゃあこっからですよ。そうだよ。いや、大食い系の企画をやる前とは思えない汗の量だから。ねえ、もう後やからしっかりもうしっかりもなって